相馬家には他にも十二支のもののけに疲れてる者がいる。もう何百年も昔からね。発見です。お家が建っていました。かわいい。せっかくだから一緒に学校行こう。僕は相馬しぐれ、ゆきくんのいとこです。首洗って待ってたか。お茶を入れて。蛇だからね。雪が溶けたら何になると思う？楽しそうだね。呪いって何ですか？私は何かしなくていいのですか？社会は弱肉強食ってたまに言うけど、十二支の俺たちだって人間だよ。こいつ大好きです。嬉しいみたいだよ。私ごときが流してごめんなさい。それ拾って。昨日まで抱きしめの刑です。受け止めてるよ。これが今日の本当の姿なの？